ートレスではこの地元滋賀県のプロバスケットボールチーム滋賀レイクスターズのタイトルがつきましたこのシリーズ、明日の最終日にはバスケットボール選手を迎えてのイベントも予定されております。どうぞ明日もご来場お待ちしております。さあ迎える12レース滋賀レイクスターズ杯5日目、最後の12レース3つ目の順位予想戦です。1、2、3、4、5、6、コースは枠なりでしょうか。風が今日の中では向かい風強め、5、6メートル、波高が4、5センチ、気温33度です。暑い一日となりました。締めくくりの結びの一番、対数面インコースには1号艇徳島佐々木和信、2コース2号艇兵庫山本貴之、3コースに3号艇岡山林雄介1、2、3、4コース4号艇広島の畑和弘が4角です。5コース5号艇大阪新井秀隆、6コース6号艇岡山現場通る枠なり3対3となります。人気はやはりシリーズリーダー1番佐々木、今日の前夜戦もしっかりと1着先頭で帰ってきました。そして人気対抗2番山本貴之、今日前夜戦は序盤5番手から3着まで浮上しております。進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番、第12レース準優勝戦1秒前スタートしました。まず内野戦定員スタート、インから1番の佐々木、3コース3番の林、今晩1台前半のスタート後インからしっかり押し切るか、1番の佐々木、佐々木がまず押し切りました。しかし2番3番5番とすぐ内についております。現在先頭1番佐々木僅差で2番5番競り合って、ここは三つ思いか、内から5番2番1番3人がひしめき合って間もなく第2ターンマーク。さあこの後の第2ターンマークは5番の新井から、その外全速握って1番の佐々木、佐々木がここで先頭を立つか、しかし内からこらえる5番の新井、新井がわずかですがここ先頭、そして僅差で1番の佐々木が2番手、3番手2番の山本、5、1、そして2の順後続3番4番6番です。先頭は5番の新井から2周1枚繰り返し、やや離された1番の佐々木、ここで2番手ですが内から一気に伸び返してくる。さああっという間にここで1番佐々木5番の新井と並ぶか、並びました、並んで後半抜き去るのか、1番5番トップ並走状態ですが、今度は1番の佐々木が優勢に運ぶか、大胆マークです。1番佐々木が今度は先手を取るか、外全速握って5番の新井、新井も負けてはいませんがやや膨らんでしまった5番の新井、ここで先頭は1番の佐々木、2番手5番の新井秀隆、3番手2番の山本貴之、上位3艇が1番5番2番後続3番4番そして6番の順、最終の第1ターン向け、1番の佐々木5番の新井、壮絶なトップ争いでしたが、ここは1番の佐々木が今はリードを取って単独先頭、5番の新井が2番手、そして2番の山本貴之は3番手、1番5番2番先頭1番の佐々木、2番手5番の新井、3番手2番の山本、1、5、2で最終の第2ターンマークへ。シリーズリーダーの意地を見せました1番の佐々木、そして大健闘でした5番の新井が2番手、まもなくゴールです。先頭1番の佐々木が5人、2番手5番の新井、3番手2番の山本貴之、その後3番林、4番畑、最後6番の現場がゴールいたしました。以上大激戦の12レース準優勝戦でした。